どんな管理栄養士になりたいかっていうのを明確に決めることができました。午前中は給食で、アレルギー対応を行っています。で、午後からはその給食に関する書類であったりの作成と、あと発注業務なども行っています。管理栄養士の資格取得のために、充実した学習環境であったりとか家の近さも決め手になりました。実習が多いので、同級生と話すことがたくさんあったり、先生とも、話すことがあって、わからないこととかをみんなで共有してみんなで解決するっていうところがとても良かったと思います。給食の実習であったりとか、あとは病院の実習とか、小学校の、教育実習なども行かせていただいたんですけど、その時にどんな仕事、管理栄養士がどんな仕事をするのかが、体験することによって自分のつきたい、どんな管理栄養士になりたいかっていうのを明確に決めることができました。給食経営の授業で学校内に販売する感じの大量調理だったんですけど、実際やったのがコロナ禍で、その自分たちで作って自分たちで食べるっていう、まあ、60食程度の調理になってしまったのが残念だったんですけど、その少しの経験でも大きな食数の給食に関わることができているので、その給食実習があったから衛生面であったりとか、そういうのを学校で学んでたからこそ今の仕事に生きていると思います。管理栄養士を取得したからこそできる仕事が多くあるので、もっと管理栄養士としていろいろな仕事に携われるようにしていきたいと思っています。学校の雰囲気も良くて、先生との距離も近くて、一緒に悩んで一緒に解決してくれる友達も多くできると思うので、管理栄養士の資格を取得するために頑張ってください。